おはようございます。ディレクタ申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。実にですね、3週間ぶりの収録となっておりますいや何してたのって話なんですけど、まあ正直な話はですね、パート100の編集あったんですけど、パート100にかかった編集時間がまあ本当に3週間ぐらいかかりまして、あれあのクオリティで3週間いやもう久しぶりの収録ですよ。本当にもうね、収録マジで久しぶり。ライブとかはずっとやってたんですけど、こう収録するのマジで久しぶりですね。はい。というわけでね、すでに今日は企画考えてあります。行ってみよう。まあ僕がライブでよく使うんですよ。ライブですげえ呼ばれるんですけど、この人です。あ、腕組んでる、強そうやな。お、腕組んでる、強そう。はい、最弱のレジェンドヒーローことライアンです、こちら。今回ね、ライアンを使いたいと思います。いや、腕組んでるで強そうやけどな。いつも言うとる、これ。ね、腕組んでるから強い。どういうことなんですかね。はい、もう一人ね、使いたいと思います。はい、ライアンですね、はい。ホイミスナイム様鎧、そしてピンクの鎧ですね、はい。こうすると同じライアンがね、ライアンを二人使うというコンセプトでやりたいと思います。何を言ってるかよくわかんないと思いますけど、皆さんついてきてください。ね、完全にこれライアンですよ。これ完全にライアンですよ。いや、僕のライブなんか知らんけどさ、ライアン人気だよな。さあ、来ました。魔族の王ことデスピサロの登場です。ね、二人プレイで今回やりたいと思います。結構珍しいじゃないかな、二人プレイで動画を出すってのは。デスピサロに対してね、ライアン2人で行きたいと思います。よろしくお願いします。さあ、デスピサロの戦いですよ。まずはね、1ターン目デスピサロの行動っていうのは特技が非常に良くて、1ターン目はね、この風のマントで一撃は必ずに防げます。はい、一撃必ず防げるっていうね、利点をちょっと使っていこうかなと。さあ、ホイミスナイム2体いるっていうね、このね、ニッピリプレイの特性上、基本的に同じモンスターを入れることはできないんですよ。ただ、レジェンドヒーローというのは別枠で、ホイミスナイムはこういうライアンのギュチン、そういうメリットがあるんですよね。いや、本当にこれは驚いた。だから、ホイミスナイムのホイミが2人分できるっていうのは、これ結構魔王戦でも、ペア対戦でも、もしかしたら輝くかもしんないね、これは。ねえ。ホイミスナイムも使いようですからね。さあ、こちらはね、ライアンチームのね、ライアン A チーム、さまよろいな、いきます。はい、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 OK! いいよ。ねえ。さあ、そしてね、2P チームのライアン動きます。強いぞ、結構。さあ、そしてライアン B チームのね、はい、こちらも剣弱いですよ。同じことをしとる、こいつ。はい、OK! イエーイ強いな。強いぞ、なかなか。ほら、あ、でもこれブレスだね。残念やな。これブレスだ、残念ながら。そうか、ブレスの方に行ったか。なるほどね。いやー、痛い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 。結構食らうぞ。さあ、ライアン B チームのね、ホイミですよ。ホイミいいよ。500、2人が動けば500ですからね。だから、これも、ペア対戦とかだと、これ結構活躍するんじゃね、本当に。さあ、ライアン A チームはなんと爆裂拳に行く。まあまあまあ、もう一旦様子見ましょう、ここはね。もう一旦様子見てもいいんじゃないかな。で、次にスバゼリアをかけたいと思います。はい。さあ、ライアン B チームホイミでね。いや、ホイミはなかなかいいよ。下手にね、ホイミ戦が回復するよ。ホイミの方がいい説あるからね。さあ、何する？恐怖の爪。え、怖いね。これ、ホイミ戦もいっちゃうんじゃないかい？そうだよなー。うわ。いや、かいたいって、それは。いけ。いけ、ローニー・ジョー。ああははは。何してんだよ。いや、何してんだい、何してんだい。いけ、ライアン。いけ、ライアン、ギロチン。歴史戦の技。いけー、ギロチンだ。いくぞ。よし、いいぞ。なかなか強いんだけど。こっち、こっち、こっち、こっち。いや、どっちもライアンや。どっちもライアンやで、ね。どっちもライアンやから。こっちもヘッド。ちょいちょいちょい。ライアンの技の威力が非常に高くって、この、ライアン、A チームのライアンなんですけど、A チームのライアンはなぜかね、なんで同じライアンなのに技の威力に差があるんだなんでどっちのえ、どっちもライアンなのにどっちなんでこんなに差があるんだどっちこれ、翼で勝てないとやばいぞ。てか、大丈夫かいちょっと。君たち大丈夫かい君たち、ライアン行くしかねえぞ。赤で行くぞ、赤で。赤で行くぞ、任せろ。いや、怖いなー。動画で赤回すのって怖いんだよ、マジで。うおっと、いや、悪くない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 。赤でこれは悪くないよ。緑のこれよりは絶対強いから。いけ、ライアン。
よっしゃー、オッケー、よかったねー。はぁ、あ、はぁ、あ、ライアン A チームが頑張ったよ、今回は。ライアン A チームのライアンがね、翼で行きましたよ。オッケー、いや、強い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 。ライアン B チームのサバ鎧が強いの。いいぞ、いけ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 。もうあとは耐えるだけよ。オッケー、素晴らしい。それはマジで素晴らしい。ナイスナイスナイス。勇気貯めればいいからね。もうあとは勇気貯めるだけで勝てるからね。だから次のターンに溜まると思うな、これやったら。いいよ、キングダムソードね。守備力下げていこうぜ。オッケー。しっかり当てて。お、いけ、ライアン B。ギロチン、いきます。いきます。うわぁ、うわ外れたわ。いやいや、このターンにね、倒し資金、勇気貯めきればもう勝ちだからね。耐え切ろう。ホイミ使ってここは耐え切る。だからホイミを使える関係上、意外と硬いかもしんないね。思った以上に、数値以上に硬くなるかもね。マヒャド、いや結構痛いんだこれはな。1000ぐらい、だいたい暗い1000だからね。次にライアンは熟練の技と歴戦の技はね、歴戦の技の方が絶対いい。縦でぐっ止めて、一戦オッケー。あーあーあー、なんで、いけ、ゴー、オッケー、オッケー、いいよー。ホイミ、勇気たまっかこれ。ちょっと待って、勇気たまんのかこれ。あ、ギリたまるかな。ギリやな、かなりギリやと思うぞこれ。ギリたまる、ギリたまる、ギリたまる。なんだ、どうだ、あ、いてはー、もうたまんなくなっちゃった。あ、勇気がたまんなくなっちゃった。まあまあ、でも、ここで、こういうね、不意のいてつく波動とかを、やっぱりね、こういうのに対処できるホイミは最強ですよ。でも、大体ホイミで1000ぐらい回復してるからね。もう、この戦いだけで言うと。だから、ここは、このターン、風マンしよう。風のマンとして、しっかり耐えて、とどめ一撃ね。この感じだと多分ね、最終ターン持ってっても削りきれるんじゃないかな。まあ、特技が多いんで、ここはね、風のマントでしのいでいきましょうと。ああ、残念。呪文じゃねえか。やたらマヒャド打ってくんな君。まあ大丈夫でしょ、このターンに。まやられるってことはないと思うよ。ナイス特技、それは特技ですよ。オッケーオッケーオッケー、大丈夫だ大丈夫だ、それ特技だからね。ね、ここのターンもうだってもう、この状況になれば、何かどうあろうが勝ちですよ。というか。はい、剣の前行きますよ。はい。OK! はい、はい、はい。はい、OK! いいよ。もうあとはね、適当にやってればもう勝ちですよ。いけ、二人のライアン、いけ、いくぞ、ギルチ、ライアンが、いけーい。いや、片方のライアンがね、ミスするっていうね。なんか、どっちかさ、当たれば、どっちか外れるのやめろや、ライアン。二人とも当て、二人とも当てんの見たいの、俺は。二人とも当てたいの。二人ともライアン当ててよ。てかもう、ホイミでもう1500ぐらい回復してんじゃねえか。おーおー、ちょっと、ま、君たち。いや、勝てるかって気抜くのやめよう。よし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 、安定してね。ここは安定して勝利を収めていく。ここはね、安定してね、もうライアンの3体目のホイミスライム出ますよ。よいしょ。もうこっからはもういつも通りのね、はい、ライアンといえばホイミンですよ。来ましたよ、ライアンとホイミン3体目。ホイミスライムを掴んでぶん投げて、剣でね、叩き切るという。なんかもうおかしいんだよな、これ、いろいろと。究極爆裂剣、いけ、ホイミ、3体目のホイミ、うおー。水曜やった、勝った。二人のライアンがいる。面白い光景だな、これ。勝負あり。いやー、来ましたね。赤いです。赤くなっちゃった。ほら、目薬刺してこいよ、ほんとに。いや、こうなると思うね。きついのよ。風マンワンチャンあるな。ワンチャンにかける？ワンチャン、風マンするか。安定のルビスの守りってもあったけど、5000じゃな。マックスが5000。二人プレイトよりマックス5000ちょっと低いんですよ。やっぱり5500ぐらい欲しいよね。うん。
大体なんかね、もこのモンバトのうわ特技外していく、特技も外していく、バチコリね、ここでね、メラゾーマ飛んでくる。いや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 、ちゃんとしてくださいよ、そこはちゃんと打ってくださいよ、特技。うわ結構食らってんぞ、おい。これ耐え切る方が難しくなっちゃってんじゃん。いいよ、キングソード当てて、ホイミでもいいよ。おいしいよ、一旦目、うまいことホイミを選んでいく。ね。僕のミスをカバーしてくれるのはありがたい。さあ、いけ。トマホーク、いきます。ライアン、エール、武器を投げます。これが抜き戦の技だからな。ちょっとライアン B の命中率が悪いですね、非常に今日。非常に今日、ライアン命中率が悪いですよ。おー、特技、特技。特技です。やったよった、よかったよ。よし、風番はここで生きてくる。これ特技、OK。ここ防ぐ、しっかりね。しっかり防いでいく。大丈夫かよ。ホイミ、ホイミ、ホイミでいいよ。OK、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 よし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 。遅延、遅延、遅延しよし、遅延。遅延していくぞ。ゆっくり削ってけ、ゆっくりな。少しずつ詰めていけばいけるから。二人プレイの関係上ね、詰める速度はこっちの方が速いから。大丈夫だ。しっかりここで回復して、敵の攻撃を耐えていこう。で、三ターン目つばぜりで勝ちゃいいから。多分。多分勝てるから。ほんと自信なくなってきた。OK。OK。いいよ。305。心霊スペシャルになるとなんか硬いんだよね。なんか。打撃に弱。多分ね、おー、ちょっと待って。ね、どっちかって言ったらどっちか外すのやめたい？やめない？お前ら。お前らどっちかって言ったらどっちか外すのやめない？絶望の魔導せよ。絶望が来た。絶望がやってくるぞ、おい。絶望状態付与されるぞ。やばいぞ。行けろ！うわ、全力で食らいやがった。結構食らってんぞ、おい。こちらの歴戦の技を繰り出す。いけ、歴戦の技。いけ、歴戦の技。いけ、ライアン。いけ！うわ！オッケー。いや、こっちは当てたことはあっち外すんじゃねえか。次のターンつまぜりで勝てばいいんだけどね。勝たなかったらこれ絶望だぞ。やばいぞ、これ勝てなかったら次。あ、ラッキー、ラッキーか、ラッキーなのかこれは。攻撃を受けないっていうだけ OK と見よう。うん、さあライアン方法当てる。よっしゃ、いくか、ライアン A。 いや、これ勝つしかねえな。かけれる2つかけれるね。同じ、はい、さっきと同じ子、見せてやりますよ。いきます。無限爆連打101回だぞ。あーあああああ無限爆連打101回が敗れたんだけど。ねえ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 きつー。もうこうなるとホイミの遅延って何の意味もなくなってくるんだよ。悪くもなくんとこっていうのやめろや。2回ともさ、なんか平均あたりをキープすんのやめろや。どうすんだおい。攻めるしかなくなったぞ。次出た勇気たまるぞ、なんだったら。わー、きつい。もうこうなるとも一気にきつくなってる。いや、まだ希望ある。諦めちゃいけませんよ。諦めてはいけません。戦士とは、決して諦めないもののこと。勇気減らして、このターンにギリたまらないでしょう。こうすりゃ。グリーンガムだとさ、どうせ多分ね、OK！ 多分どうせグリーンガムだとホイミスライムの技構成上難しいからね。だからここは確実にイテハでね、防いでいく。だから勇気たまらないと思うけどね。あ、ギリたまりそう。なんかギリたまりそうなんだけど。あ、たまんねえわ。イテツが波動じゃたまんないよ。ほら、ギリたまってないでしょ。よかった。ギリたまってない。希望をつなぎました、私。ここからね、二人のライアンが怒涛の快進撃見せますから、見ててくださいよ。諦めるの早いですよ。まだまだ、まだある。まだあるよ。まだある、まだある。二人のライアン同時攻撃ですよ。行きます。二人のライアン、いや、いけいけいけ、どんどん続け、お前らどんどん続け。そうだそうだ、
いける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 。いけるのかこれ。ちょっと待って、これ、いける気がしないんだけど、いけるのか。いや、いける。俺が諦めちゃダメだよな。俺、諦めない諦めないぞいや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 、この一旦で二数のピック削るんだろ。可能です。可能なのかこれ可能か、可能なのかこれ。一旦で2600削る。スキャバトだったら一旦で2600なんて簡単なんだけどね。なんだったらスキャバト今一旦でさ、なんか1万ぐらい削るんだろ、頑張れば。今のスキャバトなんか頑張れば1万ぐらい一旦で変だろ、あれ。なんだったら俺、新ニーズ出れば一旦2万3000削ってるからな、確かに。そう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 、新ニーズ出ればに関してはさ、3ターン目にいきなり2万3000削るからね、頑張れば。ならいけるだろ、一旦2600ぐらい。行くぞ、ギロチンやん。返しなそうだよ。これでもパーティーライアン出していこうと思います。ライアン、いきますよ、ライアン、ライアン、ライアン、いいよいいよいいよ、ライアン、頑張れ。いける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 。あと、3体ですよ、800。スキャバトならいけてる。スキャバトならいけてんだ。あー、きちい。もうスキャバトルもきつくなってきた。2体で1500。スキャバトルならいけてる。一旦でなんかね、3000くらい出るからね、今。あー、きついな。1人で1200、1人で1200。まあ、スキャバトルならいけてます。スキャバトルなら1人で1200いけてますよ。大丈夫ですよ。スキャバトルなら、ぬかにとかかけたりすれば、まず簡単に1200。なんだったら、今の究極ギガスクラッシュっていうのが、何もしなくても1000くらい、まあ、これでもバチコリね、出していこうと思います。よろしくお願いします。いきますよ。せーの、はい、どう？いや、諦め、いや、諦め、僕は勝利を諦めない。なんかある。ここからなんか、俺の恩義を示してやんよ。ですよね。おい、いいんだよ、そういうの。つばつり負けたんでかすぎるって。ライアンチーム敗れた。誰もいない。定時退社だ。というわけでですね、ライアンとライアンを戦わせたらどうなるのかなって思って、ライアンとライアンを戦わせると思います、今から。いや、どちらのライアンが強く、なんか同じライアンなのに HP の差が、なんだおかしいぞ、おかしいぞ、お互い同じライアンなのになんでこんな差があるんだ。ここからライアンの差を見せつけられる戦いを今から繰り広げたいと思います。よろしくお願いします。何を言ってんだろうな、俺はね。さあ、まずはね、そう、このね、ホイミさんはモンスターマスターもう言っちゃいますけど、もう。まあ、今回、てか、共食いやめろや。これ、配信出んじゃない？あ、出ないか。そっか。出ると思ったの、今。まあ、モンスターマスターで、似たチームを作ってるだけなんですよ。あホイミスライムいじめちゃダメよ。ホイミスライムなんでそうやっていじめるの？なんでそうやってホイミスライムを君たちはいじめるのかな？あー、まあね。そう、サマヨロに打撃体制とかあるからね。さあ、ギロチン行きます。ライアン B と言われたね。この死神の騎士行きます。せーの、はい、ドン！なるほどね。でもギロチンさ、328結構出たね。なるほどね。一旦ね、とりあえずライアン A チームちょっとだけ差埋めます。ちょっとだけ差埋めましたね。本当にちょっとだけ。うん、若干ね、この個々の、モンスターの腕は、絶対こっちの方が上なんですよ。マスターブスキャンあるしね、なんだかったら。これね、両方のホイミ戦はホイミ唱えます。両方のホイミ戦はホイミを唱える展開となっております。ね。いや、でもこうして見ると死神騎士、ほんとライアン見えてきた。いや、ピンクの鎧でさ、肌ちゃんと出してさ、トマホーク行きます。行きます。てか、ね、命中図が悪い。ちょ、わ、命中図マジで悪いなと思う。ちょっと待って。死神騎士命中図悪ない君。多分この死神騎士命中図だいぶ大事だぞ。あと、いかに打撃に弱いホイミ戦もしっかり狙えるからと思うな。さあ、歴戦の技で風を呼ぶ。うん。あ、でも、やっぱライアン強いわ。あのね、ライアン強いわ、正直。ライアンの歴戦の技、威力がすごい高い。いや、力の数値の割りで共食いしていく。力の数値の割りで本当に出るね。どっちが勝ってもおかしくなくなってきたぞ、これ。すげえ、ホイミスライムいじめる戦いになってんじゃん。まあ、ホイミスライムが唯一打撃対してないからね、君たちが。君たちの AI の、
君たちの賢さによるっていうか。はい、ここで会心を出していく。これライアン勝つんじゃない。ライアン A チームがここで返す。ここで返したぞ、ライアン A チーム。ここで返す。これ強いな、本当に歴戦の技。びっくりするよ、びっくりだよ。うん、さあ、こちらの歴戦の技。これ歴戦の技です、ドン。はぁ、あ、ちょっと待て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 。これ死神の騎士、お前。どんだけ外すの。おぉホイミスライム回避率あるからな。ホイミスライムの回避、回避率あるからね。これ、ライアン A チーム、今の回収はでかいぞ。おっと、ここでホイミ。ホイミしていく。ここでホイミをしていく。さあ、ここでこのターンでね、倒しきるかどうかっていうところが大事になってくるぞ。まあ、勇気は貯めずに行きましょう。ここで回収は出ない。ね。さあ、この、歴史のマジで強いの。本当に。ほい！え、強い！いや、これ次で終わるか？ここからいけるか、ここから返せるか。いや、無理だろうな。さすがに無理か。ギロジン、ギロジン、ギロジン。ああ当てたと思ってもこれだからな。さあ、ここのターン、このターン。いや、ワンチャンあるか？ない！ないぞ！終わるか？終わるのか？さあ、さまようの剣の前を当てていく。しっかり当てて。はい、勝ったー。ライオン A チーム強いじゃん。いや、死神の騎士がポカやらかしてるからな。それはあったかな。はい、というわけで今日は、もう完全おふざけです、これ。二人のライアンで勝負してみました。いや、ここまでだって似てると使いたくなるじゃん。このチーム自体を他に使う機会あるのかどうか私わかんないんですけど。はい、というわけで今回これぐらいで終わりたいと思います。お疲れ様でした。